やりました、バイバイ。何で、なんでそこのよ、やめてよ。双子チャンネル、おはようございます。6月30日水曜日、こちら何やら怪しげな行動をしているグリーンさん。楽しそうですね、線路持ってね。あ、今レッドさんなんです。すいません、すいません、グリーンさん。グリーンさん、ちょっとレッドさん、ちょっと。はい、こちらでね、麦茶を持って、あ、近づいてきた、近い、うん、麦茶を持っているのがレッド君です。なんでこんな壁際で遊んでるんだろう。あやって、ちょっと自分の写真撮って。自分たちで引っ張り出してきて、お絵描き中。久々にやってるの。あ、繋がると思ったのかな。思ったんじゃない。ママの携帯電話で遊んでる双子たちです。だいぶ昔なんだよね。時代を感じるんだよ。青い方が2人とも気に入るから、ピンクのが結構綺麗なんだよね。なんだろう、何がハマったの。やっぱ色かな。こうやってもしもしって。やりました。一瞬だけやってたの。もしもーして。あ、こっちもやってる、二人ともやってる。もしもーして。周りはおとなしくて。何？電話しながらキュウリの片割れ持ってきた。キュウリって、あれ？シール貼ってんの？キュウリの半分持ってきてください。ある？キュウリの半分。ん？それどころじゃないの。黙々と触ってますよ。だいだ。ん？でじゃないね。何電話しに来たの。バイバイ。バイバイ。花の精霊みたい。あ、嫌になっちゃった？じゃあ取るよ。おいで。戻って。こっちおいで。はいはいはい。大丈夫大丈夫。いいよいいよ。洗濯バサミだけだから。ん？レッドはもう？じゃあ取るよ。はい。伸ばして自分で。自分で伸ばして。ガシガシって。わかったわかった。はい、伸ばして。自分で伸ばして。はい、伸ばしてってば。はい、よしじゃないよ。お母さんは自分の乗るのに忙しい。君たち綺麗じゃん。そんなに怒られましても、壊しちゃうよ。だから自分で伸ばして。なんでそこのよ。
キンケアに余念がない1歳児。やだよ。かわいい。怖いな。怖いよ。やだよ。強要ですよ、強要。